はい、こんにちは、116インズです。今回はそこまで目立ってはいないものの今季大きな意味を持ちそうな補強をピックアップしてみたいと思います。アーロン・ジャッジの総額3億6000万ドルの契約に代表されるように、今オフは大物 FA 選手たちが短い期間で次々と高額契約を結んだ印象が強い年となりましたよね。各球団の派手な動きに我々ファンも盛り上がりまして、特にスター選手の移籍先に選ばれた、あるいは残ってくれたチームのファンの方々にとっては喜びの気持ちも大きいのではないでしょうか。ただこれは当たり前といえばそうなんですが、スター選手を加えることだけが補強ではありません。金額の面だったり他の動きに隠れてしまったりなど、いろいろな理由から今オフものすごく球界中から注目されているわけではないけれども、今季の戦いにおいてチームにとって大きな意味を持ちそうな補強というのも当然存在するわけです。今回は完全に独断と偏見ではありますが、そんなしれっと意味を持ちそうな補強を主にコンテンダーから6人ほど挙げていきます。はい、まず1人目はパドレスとわずか100万ドルにて契約したネルソン・クルーズ。実際にはもう少し高いオファーはあったものの、世界一を狙えるチームということでパドレスの契約を選んだようですが、ただ2021年の夏にレイズにトレードされて以降、自慢のバッティングは下降の一途をたどっていまして、ここ1年半の WRC プラスはわずかに88。現在42歳の DH と考えるとあまり成績が上向く要素は見当たらないようにも思いますが、ただクルーズの打球関連の指標自体は前世紀から落ちたとは言っても依然 MLB の平均以上の水準ですし、またクルーズはここ1年半ちょうど成績を落とした期間とも被りますが、左目の腫れのせいで少しボールが見にくかった部分もあるそうなんですよね。この左目の問題に関しては今オフ手術を受けて対応しているようなので、ここのところの不振が本当に目の問題に起因するのであれば成績改善も期待はできそう。強打者勢揃いのパドレス打線の中ではクルーズに対するプロテクションも十分で、またパドレスはコンフ DH 兼ファースト要員として左のマット・カーペンターも獲得していることから、クルーズが比較的得意な左投手との対戦に例年よりも専念できそうな点も含め、往年の強打者ぶりをわずか100万ドルの出費にて実現してくれる可能性はそれなりにあるかもしれません。2人目はマリナスからブルージェイズへトレードとなったエリック・スワンソン。このトレードはどちらかといえばテオスカー・ヘルナンデスが動いた点がやはり話題の中心かと思いますが、このスワンソンもブルージェイズブルペンに欠けていた部分を補ってくれる大きなピースになってくれるのではないのかなと。昨年57試合で防御率 1.68、 FIP も 1.84 のズバ抜けた投球内容の良さを支えたのは圧倒的な三振ダッシュ能力と良し球の少なさ。全打席に占める奪三振の割合が 34% に対して良し球の割合がわずかに 4.9%、 その差分 29.1% は MLB 全リリーフ中5位。速球自体は93マイル、94マイル程度と特に驚くようなボールではないんですが、ゾーン高めへのコマンドがとにかく素晴らしく、ここに精度の良いスプリットやスライダーをうまく織り交ぜたのが成功につながった一因でしょうか。ブルージェイズブルペンではクローザーのジョーダン・ロマーノを除くと、スワンソンのように奪三振の多さと良し球の少なさを両立できている選手がおらず、またどちらかといえばブルペン全体では三振を奪う能力に欠けている方ですので、昨年と同じくらいのピッチングができるのであれば、ロマーノと並んで信頼のおけるリリーフになってくれるのかなと。試合終盤の厳しい場面で、ロマーノ以外の選択肢ができた点はブルージェイズにとっても大きそうです。3人目はエンゼルスと2年契約を結んだカルロス・エステベス。今オフのエンゼルスはどちらかといえば堅実な打線の補強ですとか、タイラー・アンダーソンと市場の状況を考えたらかなり格安契約を結んだことの方が目立っている印象ですが、エステベスの加入も結構大きいんじゃないのかなと。昨年62試合で防御率 3.47 と、もちろんパッと見の成績は特にズバ抜けているわけではないんですが、打者天国クワーズが本拠地でこの成績ということを加味すると印象はだいぶ変わります。またエステベスで面白いのはクワーズ以外で投げた場合の方が標高の影響を受けにくいせいかボールのクオリティが高い点にありまして、昨年はホームとアウェーで防御率にさほど差はないものの、全打席に占める奪三振の割合が敵地だと 29.3% に対して良し球の割合は 5.2%、 ホームの奪三振の割合 16.8%、 良し球の割合 14.3% と比べて圧倒的にいいんですよね。エンゼルスタジアムも打者有利な傾向にある球場ですので、クワーズを出た影響がどこまでプラスに出るかは未知数な部分もあれど、試合終盤を沸かせるにはなかなか面白そうな選手なのかなと。平均球速が90マイル台前半のピッチャーが多いエンゼルスブルペンにおいて、フォーシームの平均が昨年 97.5 マイルのエステベスは貴重なパワー型としてもインパクトをもたらしてくれるのではないかとも期待しています。4人目はレンジャーズと2年契約を結んだアンドリュー・ヒーニー。コンフ先発陣を刷新したレンジャーズの中では、
金額で言えばデグロームやイバルディの方が上かもしれませんが、うまくいった場合のヒーニーがもたらすインパクトも相当大きいのではないのかなと。元トッププロスペクトながら特にエンゼルス時代は才能が完全に開花することはなかったんですが、ただ昨年加入したドジャースで新しいスライダー、いわゆるスイーパーを導入したことで成績が向上。肩の怪我で離脱した期間もあったため16試合にとどまっていますが、防御率が 3.10、 奪三振率は驚異の 13.6 と才能開花の兆しを見せる1年となりましたよね。昨年のヒーニーですごかったのは空振りを奪う力とボール球をスイングさせる力にありまして、そのどちらにおいても昨年 30% 以上をヒーニー記録しているんですが、これは規定投球回に投げた選手では6人、左ピッチャーに限定するとマクラナハン、ロドン、レイしか達成していません。つまりボール自体はそのレベルの選手たちと十分張り合えるものであると。もちろんヒーニーに関しては怪我のリスクがつきまとうので、その投球を続けながら規定投球回近くまで投げられるのかの不安はあるんですけれども、現在期待されているローテーション4番手5番手で球界トップクラスの左腕たちと張り合えるくらいのボールを投げてくれるんだったら、これほどに大きな補強はないかもしれません。5人目はメッツと1年契約を結んだキャッチャーオマー・ナルバエス。コーフのメッツはコーエンオーナーの資金力を生かした動きの数々が目立ち、そういえばナルバエスも加入してたねぐらいのイメージで、またトッププロスペクトのフランシスコ・アルバレスもいるため、わざわざキャッチャー獲得する必要があるのかとも思われていた印象ですが、実は意味のある補強なんじゃないのかなと。昨年のナルバエスは打率2割6厘と攻撃面では散々な1年でしたが、ただ2021年にはオールスターに選出されるなど、本来は少なくともリーグ平均程度には打てる選手で、昨年のメッツキャッチャー陣の WRC プラス66を考えたら、まずこのプラスは大きいと。ナルバエスはフレーミングの名手でもありますので、守備面でも2度と比べて大きく劣るわけでもなく、実力のある選手をこの契約で獲得できるなら悪くはないのかなと。アルバレスの成長にかけても良かったという意見もあるでしょうが、ただまだ21歳でキャッチャーの重い守備負担を担いながらバッティング面で MLB へのピッチャーに適応していく作業は容易ではなく、おまけにメッツは今季世界一を狙うようなチームなわけですから、編成上アルバレスの成長に過度な期待をかけずに済むようにしたのは、短期的な戦力面でも中長期的なアルバレスの成長面にとってもプラスに働くんじゃないのかなと思っています。派手な動きが目立つメッツですが、こういった堅実な動きもうまいなと思う部分はこの冬多かったですね。そして最後はそんなナルバエスに押し出される形でオリオールズでサラリーダンプされたジェームス・マッキャン。そんな選手ですが、オリオールズにとってマッキャンの加入はサラリーダンプの印象からは想像できないくらい大きいようにも思います。メッツに来てからというもの、マッキャンの打撃面はさっぱりで、昨年の WRC プラスも59とそちらの貢献にはあまり期待できなさそうですが、ただ守備面は昨年 DRS がプラス2、フレーミングも平均以上となかなか、とりあえずマッキャンが一定以上の水準で守れる点はオリオールズにとってもメリットが大きく、特にラッチマンの守備負担を軽減できる点において効果を発揮しそうです。昨年のオリオールズの躍進にラッチマンは欠かせず、彼がスタメン出場した際、チームは60勝47敗と大きく勝ち越しているあたり、もはや攻守にラッチマンは絶対に必要な存在。とはいえ毎日キャッチャーをやらせるわけにもいかず、かといって彼の打力を考えると完全休養はなるべく少なくしたい。休養も兼ねて DH で使えるようにしたい。そうなるとラッチマンと組む控え捕手のクオリティも重要となってくるわけですが、昨年控えを務めたロビンソン・チリーノスは攻守に振るわなかったのに対し、最低でも守備面においてマッキャンは十分その穴を埋めることができると。マッキャンの直接的な貢献ではないかもしれませんが、ラッチマンの状態をケアしながら1年間を通して使いやすくなった点、これはオリオールズにとってかなりのプラスとなるのではないかと思った次第です。この6人がものすごく目立った動きではないけれども、大きな意味を持ちそうな補強と考えたものです。まああくまで開幕前の段階での話とはなりますので、実際にこの通りとなるかはわかりませんが、思惑としてはこんなところでしょうか。果たしてこの中からどれだけこの動画でお話した通りになるのか、はたまたここでも登場しなかったような補強が絶大な効果をもたらすのか、このあたりは今季注目したいポイントかもしれませんね。皆さんの中でもそこまで注目されているわけではないけれども、今季この補強が大きな意味を持つんじゃないかと思うような補強があれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。